びっくりするよね。あんななっちゃうんだなと思って、バニラデイズいらっしゃい。今までさ、何十年やってきたか知らないけど、20年ぐらいやってんのか、配信。それでもそのさ、今までさ、養ったものが全部なくなったのよ、あれ。あの雑談。びっくりするな。普通はどん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 さ、このさ、成長していくもんなんだけど。びっくりするな。今、うなちゃんマン、顔で売ってるわけじゃねえから、あれだけどさ。でも俺、うなちゃんマンのさ、面会に行ったんだよ。昔。大阪に。その時さ、面会場でさ、真正面で喋ったのきつかったな。マジで。きつかった。面と向かってはちょっと、完全にくしゃおじさんと話してたもんな。画面上で見るにはいいかもしれないけど。佐野結衣もそうだけど、アンチ相手になってできなくなったら終わりよ。それを言ってるのはあなただよ。あのな、他の配信者がアンチを相手にして、いちいち放送なんかやってないから。もう時代が違うんだよ。それをね、アンチが相手できなくなったら終わりだなって、他の配信者のところなんてどこもアンチなんか相手してないわ。古いんだよ。いつまでもね、過去の幻想を追ってるだけなんだよ。そういうアンチたちが。俺は、相手にせえよ。くだらないから。ね。俺もさ、1日24時間しかないわけよ。皆さんと同じように。それをね、無駄な時間使いたくないので、そういうね、放送というもので、ね、やってるんで、その放、ね、放送は僕は有意義なものにしたいから、やるんだったら。なら、そういう風なコメントに対して、別にね、いち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 相手にしないっすよ、もう。申し訳ないけど。だから、まあ、相手にしないですね。だから、相手にされたいんだったら、普通にコメント書けばいいんじゃないですか。ねえ。そんなところです。まあ、普通にコメント書いてるアンチコメントみたいなやつは読んだりとかもするよ。アンチなのかアンチじゃないのか知らんからさ、別に。どうでもいいんだ。初見、佐野に、ブロック、佐野に初見ですって言ったら、だってうなちゃんのところで初見いないだろうよ。おすすめ規制だから。まず。それをやられちゃうよ。あの人には。うん、おすすめ規制なんだからね、初見泣かないといけねえんだから、あそこ。俺もそうだけど。うん、なあ。まあ、とりあえず300人ぐらいで、俺はね、目標、300人超えるぐらいで、2ヶ月後、3ヶ月後ね、迎えますので、よろしくお願いします。アンチとかね、そういう人たちとか構わず、ね、今日からちょっとね、新たにリニューアル一部変えてね、配信やってきますんで、はい。寒いね。100人町に知り合い ?100 人町昔友達いたけどな、今そこに住んでるかもわからないしな。息しろよ。サメ。どうせなら天下狙いに行けよ。ないよ。その時その時でその人が人気出たりとか人気出なかったりとかするからな。くしゃおじさんいらっしゃい。極寒配信ですよ、本当に。クソ寒いよ。タバコ買うかね?いや、ペイペイだよ。現金じゃない。いや、寒くて頭が痛い、後頭部が。あと、下向いてこうやって配信してるからだろうな。
どうするかな、どれぐらいでやめるかな、なんかタイミングが難しいな、これ。寒いし。我慢できようともできるんだよな。なるほど。あれ、バッテリーがなくなったな。充電されてない。もう一個のバッテリーも切れた。ってことはこれ自動で終わるな。こっちはこれいらっしゃい。あと 58% だから、確か30分で 15% ぐらい減るんだっけな。まあ、とりあえず 20% ぐらいまではできるだろう。20% ぐらいは。まあ、最大で 20% ぐらいで終わるか。あ、諸岡いらっしゃい。うん、いやー寒いね、うん。ほんと寒いわ、これ、ほんとに。これが寒波で、寒波ってやつだな。今日の夜マイナスらしいね。マイナス2度とか3度とか言ってたな。匿名さんいらっしゃい。2度、3度。寒いよな。今日、ちょっと、放送どうだろうね。雨とか雪降ったらやれないけど、それでも寒かったらちょっと やめるかな。寒いから。救急車だな。ピーポーピーポー言ってるよ。誰か病気だな。シャバ出て物価上がりすぎて、いや、そうは感じないな、あんまり。カメラマンいらっしゃい。いや、わかんない。俺がその金銭感覚ずれてるからかもしれないけど、10円とか30円とかそういう金額を気にしないんだよな。あまり。ただ、なんか別の、出てきてさ、ボケてるからさ、あれ、高くなったなっていうふうに思ったりとか、10円とかで思ったりとかしたけど、今は別に思わない。今、どうだろうな、これ。何度だろう。2度ぐらい？多分。あ、雨降ってきた。おやすみ、キンプリの話、ぜひ。雨降ってきたわ、雨。ポタポタと降ってきたわ。これは雪降るかもな。雪降るかもしんない。ゴロおはよう、オールよ。まだまだ若いでしょ。今日夜中やめた方がいい。ゆいがすごいタイプ、ありがとうございます。キングボックスいらっしゃい。雨降ってきた、少し。寒いから帽子かぶりな。邪魔なんだよな、帽子が。でかいから。白髪あるよ、横に。ここら辺。雪だるんじゃないの？10年に一度の寒波にオールで外にいた。ねえ。昨日から今日にかけて。しかも放送時間もすごいよね。超長い俺。気づいたら寝れねえから。俺これ帰ったって寝れんのかな。なんか他にやること見つけねえとな、これ。黒ラベルいらっしゃい。